こんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカー2やっていきましょう。まずはこちら、ホミエヨッシー。ホミエヨッシー生まれました。まずはヨッシーに飛び移る。それー、チャキン、行っちゃった。で、多分クレーン行ってプイってしゃがむみたいな感じでしょうか。おそらくそれくらいは私でも判断できる。で、また捕まる。やばい、ミスった、ミステイクなりまして、しゃがむ。急げ、これはもうどんどん急ぐ勝負だ、急ぐ勝負だ、わあ、急ぐ勝負だ。早すぎた。全然急ぐ勝負とかそういうのじゃなかった、判断勝負でした。ちゃんと判断をしなければいけない。シュッで飲む、わあ。で、ゆっくり落ち着いてできたよ。で、次はなんだ、これはポイっていくのか。ヨッシーがいるからヨッシーを使った感じでこうやってこうやって脱ぐ。叩いた、ありがとうヨッシー、サンキューベルマッチ、スペシャルサンクス。次はまたヨッシーとのコラボレーション、さよなら。ボー、音だけはありましたね、ボーって。効果音だけは私やらせていただいております、ヨッシーの代わりに。はい、ヨッシーボー、サンクス、ベリーサンクス、さよなら、ベリーサン。あー、ヨッシーの呪い。紐がついてるみたいだったね、なんか首輪みたいな、引っ張られた飼い主みたいな、そんな感じ。ふー、ボー、間違えた、また引っ張られてしまった。もう引っ張らないでくれ。リードは外しておく。ほっ、にゃっ。はいはい、リードを外しておきました。よし、何、あ、こういう感じ、届かないよみたいな、ギリギリだよみたいな、届かない感じのところだから、こうやっていく、いける。よし、ダブルよし、双子よし、こっちのヨッシーで行かせていただきます。で、なんだこれ、ここのこのクレーンに持ってもらうみたいな、できるかな、今からブシャッ。ごめんなヨッシー。こうしてほうやって、で、こうか。なるほど、ふむ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 、あんまり早く行き過ぎるとまたしくってしまう可能性がある。可能性があった、可能性は無限大ということを知った。食べて吐く、そしてビヨンドして、可能性は無限大なので、また違う死に方をする可能性はある。はい、無事入れました。ビャー、ナイス、上だよね、絶対上、上しかありえない。そんでキャップ、すごい勢いできちゃったけど大成功。ユー、捕まれた。 TYTYTY 楽しかったねヨッシーっていうメッセージです。いいね、うまくない、すごいうまくない、この人はセブンがさ、セブンさんなんだね。あ、これ面白そうじゃない、仲間たちを裏切るクッパ7人衆のレミたちが仲間を裏切るピタゴラ風コースですだって。ピタゴラスイッチを見れつつ、このレミーの裏切りも見れるっていうこと。よし、レミー見てこ、レミー。では、ここにいればいいんだっけ、ここにいればいい、右上にレミーがいる、めっちゃほら出してる。おお、そういうことかめっちゃ倒されてるやんけお、ありがとうレミー、レミーは仲間だ。きたー、レミーどこ、レミー、あ、レミー左上にいます。これでどんどん、はい、ドラゴンボールで仲間を倒していきます。で、あ、ビーム吐きつつ、で、まだ入れません、まだレミーが下の子たち倒すんじゃない、ブンブン倒して、お父さんのクッパ、お父さんごめんなさい。次、左上にいますよレミーちゃん、またま、あれ倒さないね、あれ、え、どうすんの、
あ、私がオンオフやんのかな。あ、私がそういうことか。私ぼーっとしてました。オッケーオッケーオッケー。で、行っちゃっていいの。いや、待ってる。どうすんだろう。あ、これで自動でいいのね。ねんね、うわー倒れた。1個のドラゴンボールでレミーは倒します。ね、ミヨヨンってなって、ブンブンも倒してドラゴンボールを運ぶ。チャ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 。ドラゴンボールはどこへ。ドラゴンレーダーが完全にビンビンしてる。どういうこと。ドラゴンレーダーが完全にビンビンしてるってどういうこと。自分で言ってて大爆笑や。ずっと面白く笑っていられる。はい、みんなもぜひ言ってみてね。ドラゴンレーダーが完全にビンビンしてる。意味はね、あの考えない方がいい。適当な時に言った方がいい。あのドラゴンレーダーすごいね。ドラゴンレーダーとは。よし、来た。ドラゴンボールは破壊して、破壊しまくって、お父さんを倒せ。すっごめっちゃ物語あるやん。で、これはこれはいいのか。2回お父さんをやられてしまった。おお、よし。おお、レミーも最終的にやられてしまった。はあ、何が面白かったって、ドラゴンレーダーが完全にビンビンしてるが一番面白かったわ。いいね。はあ、私のツボは低い。続いてはそのまま行ったらゴールができないスピードラン2、やっていきましょう。ズル見つけるの大好きなんで、このコース大好きっす。はいはいはい、スピン。あれ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 、おや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 、むしろ下行ってみればよかった。せっかくあんなになっちゃってってこと。んで、持って、スピンスピン。うんうんうん、順調順調順調に踏まないでいきたいと思います。あ、もう早速ダメじゃん。早速今回早いですね。赤土管が正解っぽい。あ、赤土管あったけど、まだコイン取れてませんからね。はいはい、コインあと4枚。こっちはなんかあるかな。なさそうだね。あ、そしてそっか、コインを10枚取ってからじゃないとゴールできないってことね。ってことはとりあえず進む。こっちはなんもないね。とりあえずまあでも行ってみるか。いけないもんね。あ、 P をして帰るっていうのはどう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 。どや、ほら絶対赤の缶いける。来た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 、もうゴール。まさかまさか、ピーちゃんか。ピーちゃんピーちゃんピッショー、いいんじゃない。おいて、これ一応持ってこっか。いいんじゃない、赤の缶だ。おお、ナンバー2だからまださ、ほら作って間もない頃だからまだ、いやいいよ、いいコースなんだよ。そのまま行ったらゴールができないスピードラン No.5。 そう、あ、ごちゃついてます。今回はやけにごちゃついてます。はい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 、いい感じにだんだんジャンプでした。くぅ、ワンツー、あ、これこれこれでいいか、これでいいか、ダメか、入るか、入ったぞ、クレーン。はい、あ、これは多分ね、多分ね、この P はね、おそらくね、間に合わない。全然間に合うわ。間に合った。全然間に合ったわ。あー、これが、これが。キャー、これはもう、自分の設計ミス。自分の設計ミスです。いけ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 。どういうことどういうことどういうこと。あ、わかったわかったわかった、あのさあのさ、このツタとかは、あ、ダメあ、ダメ、
この地点はこの上、上、上。ほにゃ、ほにゃ、ほにゃま。こっちやないかい。こっちやないかい。完璧こっちやないかい。こっちやないかい。ピーちゃんやないかい。落ちたらしいのでー。オッケー、オッケー、オッケー。ゴールやないかい。無言になってしまいました。無言になってしまいました。好きよ。まあ、結構好きよ、私このコース。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。